どうも、ひたまです。今回は、超絶 SS 簡単昇格キャラをね、見つけたということでやっていこうかなと思うんですけど、まあ、そのキャラ、まあ、こちらです。セラヒムでしょ！まあ、やっぱり S スネークがね、一番簡単なんじゃないかなと、はい、思います。やっぱ、クロロジャーとかも、ブルーノとかも、まあ、シロシャンとかも、ルッチとかも、まあ、結構ね、まあ、最強だったりするんですけど、なんだかんだやっぱ SS 昇格戦最強なのは、もう、スネークかなと。まあ、やっぱりね、旗のあれぐらいが SS 昇格戦すごいんで、で、しかもね、結構ダブルアタッカーとかも多いんですよね、SS 昇格戦ってなぜかわかんないけど。まあ、そういった意味で、まあ、アタッカーに対して超絶強かったり、まあ、今ね、対策キャラといっても、マジでシャンクス・ルッチぐらいなんじゃないかなと。まあちょっとね、ロジャーのカムサリとかお宝エリアが出たら、当たっちゃったらだいぶまずいんですけど、まあそれ以外はもう本当に、最強なんでね、いやー本当に、あ、でもブルーノがちょっと警戒しないといけないんで、ブルーノをなんとか、お宝エリア外とか、まあ、スキル以外で、スキル中以外に、石化させて、まあ、倒すみたいな、まあ、そういうことできればいいということでね、まあ、1万スコアも簡単で、まあ、頑張りボーナスも、恩恵でかいということで、今回スライムで、SS 昇格戦やっていこうかなと思います。今600なんとかなんで、まあ、3連勝したら終わるかなということで、レッツラッゴーということで、1戦目やっていこうかなと思います。今回やっていくのは SS 昇格戦ということでね、過去1簡単 SS 昇格戦ということでやっていきたいんですけど、さあこれシャンクス、それは避けれる、 OK、 まあとりあえず一陣とはいえ、あ、ミドルロジャーじゃん。さあこれはミドルロジャーだったら任せてくださいと、あ、いうことで、まあ最初から任される気満々だったんですけどね。 1,2 の OK さんで、こうなったら、まあ取り、まあこれで実際アタッカー来られても大丈夫なんで、まあ一旦こっち超過しての、まああっちでいり、まあ全然裏取りは大丈夫なんですけどね。実際1、はい、 OK で、これ1で OK、 これ石帰るね、これいいね、完璧やね。足1点取られちゃったか、まあしょうがない。あ、取り返す、味方ナイスで、超過してコースから、まあ結局ね、スライムが最強ということで火ついてるんですね。でやっぱ SS 昇格戦においては、まあ、クロロジャーより、まあクロロジャーってあんまサポートのパーセンテージ受けないじゃないですか。まあだからそんなね、特筆してるところではないなって思ったり、まあでクロロジャーも強いけどね、まあブルーノとかも強い、それで言ったら。でも SS 昇格戦という意味に限ってはこのキャラなんじゃないかと。1、2からのこれ無敵スキル1位の、裏取りもねケアできるということで、さあここは、はい、強すぎると。いや本当にね、やっぱセレムってぶっ壊れな、今になってでもないけど、正直マジでぶっ壊れてる本当に。他のね、やっぱディフェンダーたちも強いっすけど、まあ、ちょっとレベル違うよね。さあこれはカムサリ食らいたくないんで、まあ、握ってからでもいいけど、まあ、このタイミングかな。そっちかい待ってこれ敵陣一陣の方行っちゃうな。ということで、まあ、敵一陣の方でいいか、まあ、一旦こっち耐久するだけ耐久して、1、2の OK、3で OK で、なんかちょい残ししてね、相手。さあ、これ1、2の OK、3で OK、全然大丈夫。これ、立ちバグか、これ、立ちバグ臭いな。さあ、ここら辺で打っちゃう、OK。まあ、時間も全然稼げると、いうことで、これはジャスして OK。これ、そろそろ吐き切れてもいいよ。吐き切れた。で、これは1からの OK。これ、ジャスして OK、1、はい、2、3、強い。はい、強い。まあ、やっぱ、セライム、マジで、ぶっ壊れてません？なんか今ゲッター環境じゃないですか、まあ、それでもね全然強いっていう、はい、ちょい残しもクサセライムがこうやって飛んでこれちゃうというね、いいところがあって、でこれは、はい、2人に対して、あー、どこ、まあ、もはやどこ、これは俺ということで、これちょっとゲージ貯めていきますか。であっちそろそろ握り始めたかなっていうところで OK、 こっち登場して、はい、これで火つけてまあこうやってぶっ壊れられると、いうことで、これちょっと溜めたんだ。あっち行きますか、一陣の方。で、これは OK、回避させて、相手引かさせるということで、1、2の OK。いや、これ火力高すぎて、火力高すぎてよくない、火力高すぎるのマジよくないぞ。一旦これは大丈夫。1、2からの OK。はい、からのそうしたら、そう、OK。強すぎるんだよな。マジで、めちゃめちゃ簡単キャラなんだよね。ほんと SS 多分、一番、本当に過去一簡単じゃないか。一番スコアも簡単。はい、ということで、2戦目やっていくんですけど。いやー、わかったわ。ロジャー・ブルーノ。なんでちょっと安定しないかっていうと、安定はしてるのよ。勝つ意味では。めちゃめちゃ安定してるけど、その、SS 昇格戦っていう意味では、まあ、やっぱり相手にロジャーいたら、ロジャー別に上手くても、ロジャーには取られるじゃないですか。まあ、そういった意味で、まあ、やっぱり、スライムは取られないんで、まあ、多分ね、SS 昇格戦で結構荒れやすいんですよ、旗が。だからそこら辺に、いる。時にやっぱセラヒムがいてくれると全然違う気がするんでね。さあこれはジャスできてないんすけど、これはまずすぎ、外出たのマジでミスった。さあこれは、皆さん絶対外出ないでくださいね。セラヒムマジで使うの久々じゃない？
しかも俺動画外でもマジでほぼほぼ使ってないんで、これ外でマジで今良くないからね。外でカムサリ受けるのマジセライム史上一番やっちゃいけないプレイだから、皆さんよろしくお願いします。ここは気をつけてください。ということで、さあここは戻りますか。さあ一旦戻りつつ、まあ多分大丈夫だと思うんでね、もう一人のセライムいるんで。で僕も無敵スキル溜まったんで、さあこれは OK、 タゲかけて OK、はいはいはい。でこれどうしよっか、まあ、通常攻撃でいくか。 1,2 の OK なんで、まあ、さっきちょっと回復されてたんですけど、まあ基本は多分されないと思うからね。ということでこれ覇気切れてね。あ OKOK、 ナイス、強すぎ。いやこれやっぱ取り返せないよね。いや普通だったらやっぱルッチとか、なんか2人まとめてなんかあ2人で同じ動きしてる、めちゃめちゃ同じ動きしてる。でまあやっぱりね、普通だったらねこんなん取られるんですけど、全然取られる気配がないということで OK、 しっかり KO していく。であっちも援護できてるんでね、であっち飛ぶのもありかな、ルッチの方で俺が飛んじゃって、これ1からの OK、 これ間に合うね。 OK、 ナイス KO、 はいはい、強すぎ。いやだいぶ最初一番やっちゃいけないプレイしちゃったけど、まあ取り返したんじゃないですか。これマジ、あマジであれやっちゃいけないからね、本当にあれマジでやめだからね皆さん。もうこれこの今日の動画はもうそれしか言わないかもしれないぐらい、多分自分にももうしなんか失望するぐらいのプレイだよね。 OK、 とりあえず打っちゃって、まあもう大丈夫っしょということで、まあ5ドレ率も異常ということで、3戦目あるんですけど、多分これ勝ったら SS 昇格ですわということでやっていくんですけど、まあやっぱりね一番でも苦しいのは味方にゲッターがいない時、それ全然あるからね。まあ今結構やっぱり SS 昇格戦ということでやってるんですけど、まあ、ダブルアタッカーとかねやっぱすごい多いもんね。さあとりあえずこれ当てちゃって、はい、ゲッターモードなんでそれはワンパンできる。 OK、 はい、味方ナイスからの、あ OKOK、 シュガーも大丈夫と、はい、強すぎからのこれ1からのこれ火つけちゃおうかな。あー OK、 これいけるな。からの1,2の OK、 3で、はい、しっかり大丈夫と。まあちょっとブルーのだるいけど、まあ実際他のね1本取られても他は守れれば全然大丈夫なんでね。まあルッチも全然枯れるということで、さあそれは大丈夫。いやーやっぱね安定感が違う、スライムいるかいないかで試合のまあ本当に違うんでね、ちょっとどころじゃないから、もうまるで違う、もうもはや。さあということで、さあさっきと同じことをしないように、えあーお宝エリア内ね、これお宝エリア内でもやっぱここだよね。いやスライム使わなすぎてもうダメダメだなということで、いや本当にマジで使ってないですよね僕、本当に動画外でも使ってないんで。さあということでこれは 1,2 の OK 算で、まああっち飛びたかったんですけど、まあ無理だったね。まあ OK、 でもここ取れそう。まあ普通に通常攻撃がねぶっ壊れてるんでねこのキャラ。いやーこれトリギア7割怖いけど、一旦味方に任せて OK、 ナイス。まあ、こうなったらちょっと5ドリペースだよね。さあこれは奥の見えてると見せかけてこれが打つぞ、はいはい完璧。ということでルッチ来た、はい1からの OK、 なるほど、とりあえずシュガーも大丈夫と。まあやっぱりスキル打っちゃったら大丈夫だよ、通常攻撃だったらね、全然大丈夫なんで。でこれで6号が避けて、で回避ないんで OK 打つ。で一旦戻ってこれ1,2の桜花七部海編成なんでね僕、ここ貯めちゃって、いやブルーのだるいな、ブルーのだるいんで、お宝エリア外でねなんとかスキルに当てたりとか、したら回避してたな。これ当てられるな、 OK、 そういうこと。これブルーの落とし切りたい、もはやこれもうワンチャン怖いんで、これ打っちゃって1,2の決算で、これ間に合うか、いや間に合わない、これちょっと俺やったか、これちょっとね、まだブルーのこれ落としきれんの、 OK 落としきっちゃって、はいしっかり、大丈夫 OK、 ブルーの落としたのマジでかい、もうブルーの以外だったら正直安牌なんでね。 OK、 はいこれで吹っ飛ばす。いやこのキャラチートやな、これスライム任せていいぞ、裏飛んでくれ、ここは任せろ、 OKOKOK、 でこれ打っちゃって OK、 しっかり大丈夫で、これも打っちゃう、で裏も守れてる、ほら相手だってさ最強ゲッター軍団だったのにさ結構守れてるでしょ、これジャスしちゃって1,2の OK、 これ戻って吹っ飛ばされてホールインワンかな、 OK ナイス、吹っ飛ばされる場所完璧ね。からのこれはスライム来てくれる、ナイスからの OK、 これジャスできてないけど OK、 これ打っちゃってしっかり KO、 ルッチいるな、ルッチいるんで一旦これはこっち打っといて、こっちうちの一陣戻るみたいな、でどうよ、そっちじゃない、敵二陣いっちゃった、こうなったらまあ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 こうなったら逆に敵二陣いっちゃえばいいんでねと思ったよ、これブルーのいねこれブルーのはまずいんで、これ外出てくればいける、外出てくれば全然まあ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 、オップね、ナイス1万。